試合前に OB の辻、そしてヤクルト OB の川崎投手のこの対戦がありました。そしてその川崎投手とかつては一緒に投げていました、この石井が立ち上がりから飛ばしました。山田とバレンティンを三振に打ち取ったスタートです。ヤクルト先発は新外国人のロマン、大崎の二塁打がそのきっかけになりました。そうですね、あの見事にあの渡辺監督の試合に応えたなという感じがしますね。原がフォアボールを選んで一三塁とチャンスを広げて1番片岡、一塁線を破りました。貴重な先制のタイムリー。そして栗山もレフト前に持っていって2対0、1、2番が機能して先制点を取りました。そして4回の裏、下位打線がまたチャンスをつかんで1、2塁として1番の片岡がヒット、これで満塁。ここも栗山が左中間2点タイムリー、それで4対0としました。石井投手、これは7回の表です。初めて先頭バッターを出しましたがバレンティンを三振、宮本をレフトフライ、ミレッジをサードゴロ、ヤクルト打線は2塁まで進めません。そして7回の裏、追加点が欲しいところで1、3塁でヘルマンに回ってきました。これ効いてるんですよね。いや、こういうバッティングをすればヘルマンもう少しアベレージ上がると思いますね。これで犠牲フライで5点目が入りました。8回の裏、これは8回の表、失礼しました、畠山のサードライナー、中村をライトフライ、依然として二塁を踏ませませんでした。そして8回の裏、変わった松井を攻めます。こういう展開になればね、あの松井選手、はい、久しぶりのマウンドなんですけども、なかなか止めることができないわけですよね、はい、今日片岡は猛打者、そして中島が13試合ぶりのタイムリー、これで8対0。そして4番の中村にもタイムリー、熊代もうまく右に持っていきました、タイムリー、今シーズン初の2桁ヒット、全部で14本打ちました。そして9回のマウンド、2番の山田を大きなレフトフライ、2番の田中がヒットを打ちましたが3番の飯原の当たりがダブルプレー。移籍して西武のユニフォームを着て初の完封、しかも今シーズンのホームの初勝利にもなりました。ライオンズのホームでの勝利は5月3日以来です。